皆さんおはようございます。4月19日今日はもうあいにくの天気です。もう台風の余波でめちゃくちゃしけてきてます。でいくらか魚は今日は取れてますけど、まあ、こんな感じで前回ご視聴の方から全然動けないじゃないかって説明があるので、はい、こんな感じの漁模様です。今日はで、本日の大和屋入荷速報です。ヒラメですね、小さいところ 460g600、 そしてこれがもう今日の一番レアな商品ですね。 800g ありますけど、これメイチダイって言います。これは本当に高級魚です。飲食店の皆さん ぜひご購入ください。で続きまして、昨日鉄腕ダッシュで出た通り、これ小イカですけどね、水イカです。だけど僕的にはこれは一番美味しい大きさかなと思ってますんで、ぜひご購入ください。そして、これもまた昨夜の鉄腕ダッシュで会ってたアイゴですね、バリです。毒がついてますんで、毒針がこのヒレですね、このヒレ。しかしめちゃくちゃ多いです、美味しいです。大和屋でも僕はなめろうとかお刺身とかに使用してました。ぜひこれもお試しにしてください。ものすごく甘みのあって美味しい魚です。そしてこれが片干しイワシですね、はい。で、皆さん覚えてきたと思うんですけど、マケラ、はい。片干しイワシはですね、どちらかというとイワシというよりニシン系統になります。もうちょっとで脂っ気がなくなるんで、今がもうラストシーズンかなとは思ってます、はい。そして次シーズンを迎えてきてます。これオニエバとか言いますけど、これロニアジの赤ちゃんですね。もうこれからどんどん大きくなってくると思います。そしてコサバ、セタイで、ホウボウの子供ですね。こんなちっちゃくてもお刺身でもいけます。お吸い物も最高です。ぜひ試してみてください。そして今日は100から200サイズのアジですね。これある方のご要望によりちょっと増量しております。これもぜひご購入ください、はい。そして大ニベの子供ですね、小さい部類でちょうどお刺身にいいかと思います。そして定番のハマスで、スジメで美味しいこの白ですね、小肌ですね、はい。そして、今シーズンの僕が一番おすすめの肝立ちですね、お刺身で最高です、はい。こちらは雑魚になりますけど、ヒラスズキでカンパチの練り子ですね。今日はちょっとこう島地の子供が若干取れてますと、炭焼き、これはですねちっちゃいんですけど、知る人ぞ知る渋鯛の赤ちゃんです。これもお刺身でも食べれますし、お煮付けも最高ですね、はい。以上です。ご購入の方よろしくお願いいたします。